で、3回にはどうやって攻めるかっていうのを見るから、3回みんな3戦の練習してるわな。3戦で大切なことは、2対1の時は横になるように見たらいいけど、3対2の時は真ん中の線とか見たら V になるように、こういう下に練習していくからですね。分かる？それが大切で、もし速く走りすぎるんやったら、あんなになと思ったら、その前にこう走ってきて、走ってきて、あ、速く行きすぎるな、テントが遅れてなく、その辺でスリーポイント入る前にちょっと止めておいて、ケントが入ってきたら V のまま進んでいく。ケントは2対1もそうですが、ボール持った人がレイアップするのが一番簡単。わかる？でもしようとしたら出てくるので、パスを出します。そしたらここで1対1ができているので、パスを出した時点で、はい、じゃあ2対1が進みます。わかる？この人とも2対1で、どっちかがレイアップで、この半分2対1、こっちもこの方向と2対1、分かる？で、両方の経営だったらこの前が1対1、分かる？なので、さっきみたいに1人ついてきたら、お二人さん、残りの2対1よろしくね。レイアップで、レイアップで速攻は決めてしまうっていうのが一番強いチームの鉄則ね。で、ちょっと横になったら、そのままこっちも2対1、外に対して、どっちも早く回りながら、そうそう、入ってきたら同じで、まあ次、仮に繋いでいくのというのが3対1。